はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では、冷たい谷のイールシール、町外れの廃屋から、先へ進んでいきたいと思います。ま、装備は相変わらずダークソードになります。で、こっち出たところのグイネビアの絵のところも気にはなりますけれども、ちょっと先へこっちから進んでいきますか。この先アイテムがあるぞ。マジか、モヤモヤくんがいるね。なんだこの先。左に注意しろ。逃げてった、完全に釣ってるな。左か。あ、いるね。こいつの攻撃半端ないよな。でも隙だらけ。後ろ取って切れる。来た完全に釣り役だな。まとめて葬ってやる。で、あいつがいるか。めっちゃ一気に距離を詰めて。後ろ取れないのかな。まあいいや、お供がいなければ大したことはない。で、外に出れるけど、ちょっとこっち、あ、アイテムあるぞって言って、確かに、うおうおうおお、なんだ、暗闇のところに魔術兵か。で、大コケ。うん、どうしよう。松明一応照らしとこう。なんもないね。ま、暗いゾーンはそんなないと思うんだけど。上、確かにアイテムがありそうだったね。光って見えるんで飛び降りよう。銀猫的なものがないんだけど大丈夫かな。落下し、あ、それなりにしか減らなかった。錆びついた金貨か。まあ、これだけか。まあ、このくらいのあれだったら施しで回復しよう。で、松明はいいかな。もう何気にちょいちょい役立つ施し。さて、外に出てきたね。あれ、さっきのところだよね。あそこから入ってきて、こっちに来て、で、左に道がある。こっちは行き止まり。先っちょにアイテムがあったりなかったり。ないね。こういうとこにアイテムがあったりする傾向があるんだけど。中に入っていこう。ん、どこだこれ、全然わかんない。あれ、またかがり火早いな。新しい地域か。イールシールの地下牢。地下牢に入ってきたね。中はそんなに探索してないけど、こちら側からは開かない。地下牢を探索するか、イールシールの中を探索するか。まあ、せっかく来たから地下牢行くか。なんか中から探索して後で地下牢来るっていうのが正解っぽい気がするけど、まあ、今のところそんなに失うものもないんで。待って待って、超、これ超ビビった何何何何何何何なの。いや、これホラー要素満載でしょ。ちょっとそういうゲームじゃないでしょこれ。もうおめえかこの野郎。いや、マジビビったわ。過去一ビビった今のとこ。開くのか、しかもこれ。ちょっともう、まず周りに敵がいないか大かけ。これ一個ずつ開けてった方がいいね。どっかにいないか警戒する。で、ここもいないか。松明でも持ってきた方がよかったかな、やっぱり。あ、鍵かかってんのか、ここ。鍵か。で、待って、おお、あった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 、熱い、いて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 、なったらなんだ、焼きこて食らったんだけど、ひでえなんかエジプトのツタンカーメンみたいな顔しやがって。さっきの叫びでビビりすぎたわ。あれは早急に取り戻そう。
最優先にソウルを取り戻す。最初こっちに行くのか、焼きごてやろう。許さんマジでお前。でこっちはなしでアイテム取って消えかけ。お前ら、そうか、牢屋だからこういう囚人がいるんだね。であいつらはその囚人を監視してるやつか。なんか悪さしたら焼きごてで焼くと。なかなかえぐいね。いる？ちょ、いるな。倒せ、こいつら。何もできないんだろうけど、ちょ、かわいそうだが死んでもらおう。いって、いって、これマジ強えんだけど一回食らうと脱出不可能なんだけど。さすが囚人を監視する者。でもこいつらいいや。よし、俺のソウルどこ行った？この中か。お前ら俺のソウルを返せ。どっち行く？気づかれる前に。こいついくつ持ってる？840か。なかなか美味しいよね。うん、広い。アイテムに釣られるけど、まずは左をちゃんと見る。大丈夫だったんだよこれ。動画もさ、なんかすげえ音量になってそうなんだけど、開けんのこれ。鍵がかかってる。動画見てる人もビビるよね。俺のビビり声と二重で。あー、下がだいぶ伸びてんな。なんだ、焼きごてされてんな。ちょっとこっちを先行こう。こっち逆サイに出てきちゃったけど、開く？こちら側は開かない。前方に焼きごてか。こいつなんかやってる。あ、いける。アイテム、白い松ヤニ、魔法の松ヤニかな。異形とはな。開く？あ、開くね。ちょっと待って、なんかどん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 、あ、こいつか。何これ。貴公子かわいそうだけど死んでもらおう。こういうとこはない。誰が叫んでんのよそもそも。お前マジ許さんわ。特に、おお、びっくりした。おお、いっぱい出てきた。げ、結構食らうんだけど。大賭け。まだ叫んでるやつがいるな。こっちへ進んでいくか。なんか探索してないところが結構あるよね。ここはいける。開く？あ、開くな。一応初とか的な感じ。ん？ここ見たんだっけ。開く。いや見てねえよこっちは。大丈夫か。あ、窓格子の鍵、これ逆サイのやつか。窓格子ってことは窓にしか使えないのか。まあせっかくだから戻ろう。今のところ割と敵は排除してあるから。で、こっちか。ここだよね、多分。おお。窓越しの鍵使ったけどさ、これ大丈夫なの？え、ちょっと不安なんだけど。どこ行くんだ、これ。まあいいや、開けただけ開けて、もうちょっと戻って探索します。あの骸骨は生かしといてやろう。骸骨っていうか、骸骨ではないか、まだ骸骨には成り下がってない。あ、でこう来て、
で、こっちが行けるのか。雑魚があるぞ。ジャンプ攻撃が有効だ。あ、こいつってことね。やるか。ちょ、待って。できなかった。ちゃんと角度つけよう。倒した？倒してない。あ、まだいるじゃねえかよ。いけ、いっぱいいる。これ、焼きごてくん。いって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 いっ
させよう。いやマジで意味不明。来た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 、あいつだな。倒した、よし。え、そんなんある？どこまで増えてる？こんな人々低かったっけ。いや増えてってる、めっちゃ増えてってる。よし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 。いやなんだ、元凶がわからん。人はなぜ怖がるか、原因がわからないから。原因さえわかれば恐れるものはないけど、なんだよなんだ。貴公子か、貴公子ゆえ囚われていたか。愚者の奇跡だった、賢者だった。賢者と愚者だと全然意味合い違うからね。でそう、結晶トカゲがいて、俺はたとえ罠だとは分かっていても、罠だと分かっていてもお前を倒す、それが我が使命。やった、うろこ。こいつは貴公子のさらに貴公子だな、色が違った。貴公子オブ貴公子なんだ。いやマジわかんねえな。こっちの奥に行こう。まだ敵の音がするよね。ちょっと回復しとこう。まだエストはそこそこあるんで。あの呪いみたいなのが本当、あ開かないんだっけ。開かねえんだ。じゃあやっぱ外行くか。もう一個必要なんだよね、あの体験鍛えるのに。気軽に鍛えられないっていうところがちょっと火力不足に悩まされる。しかも多分プラゴンまでしか行かないからね、機関のほっぺ。え、上も気になるよな。あっちにアイテム、いやあれはあそこから窓から飛び降りてきてこっちへ行くっていうパターンかな。前方に敵あり、一体ずつろう、セオリー通り。当たった今、169つで。これただやっぱり竜騎兵は大賭けじゃ鍛えられないからね。来る前に始末する。倒した。さてじゃあちょっとやっぱり窓開けたところ行きます。気になる。でもこれ全然逆側だよね。てか弓持ってるし。ほい、降りてしまった。果たしてよかったんだろうか。あでも逆側だけど、あショートカットでこっちへ来れるっていう、そういう感じか。あとアイテムが欲しいんだけど死体がある。あれアイテムなかったっけ。あったよね。よしよしよし。おお、吠える竜院の指輪か。近道がある、指輪が有効。え、ああ銀猫持ってればここ飛び降りられるっていうことね。ちょっと無理だな、それはできない。で中に入るか。あれまだいた、なんだこいつ。中に入るかこっちに行くかって思ったら、こっちは道がなかったから中へ入ろう。これは
攻撃万歳、怪物がある。まあぽいよね、めちゃくちゃぽいもんだって。使うか。何個あったっけ。そんなに手に入れてないはず。2つしかない。これ変えたよね。安全に行こう、安全に。ちょ待って待って待って、エストのかけら、なぜお前がそんなものを持っている。でまた牢屋、これ爆発しそうだな。てかこれいける、あっち側とか。いっぱい出てきた、巡回者が出てきた。弱い、ハンマー持ってる。君たちは作業員か。なんか順番に出てくる。やべ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 、攻撃力は一丁前に強えな。なた、何匹出てくんだよ。いて弓、いやクロスボウは鬱陶しい。この仲良し2人組が奥にもいるね。ちょっと排除しとくか。よしで、アイテム、力尽きた戦士。戦士のソウルはそこそこになるからね。下もいけんのか。いやー、だいぶいけるところがあるな。これはいや無理だね、完全に無理だ。俺ここいけるんじゃないかって思ってんだけど。ちょ待って待って待って、やべ、起こしてしまった巨人を。塊いていて痛くはない。開く、ちょちょちょ逃げよう。あれはマジワンなの。あでここは出てくるのか、多分さっきのとこだな。あなるほど、そうだね、そういうことか。巨人を起こしてしまったけど倒すか。巨人は人の敵。え？また寝てるんだけど。こいつ倒しておいた方がいいの？一応取っておく。触らぬなんとかみたいな。え？ここ道ねえんだけど。え？マジで道なくね？こう来て。巨人がいます、掘っておきますができない、いけない、起こさなきゃ無理か。おい起きろ、クソが来て潰された。でこっち側いて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 、痛いけどここいけそうだな。駆け抜けろ、いて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 、あー落ちた、落ちたけどどこだかわかんないけど、とりあえず生きてる、命がある、命があれば俺の勝ちだ。ちょっと待って、ただ下に降りただけだな。しかもここさ普通に死にそうだし。なんかある、この先かかり火があるぞ、マジどっち、ええどこ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 、この先ってさそもそも俺がどう来たのかがわかんないからさ。これ大丈夫だよ、ダメだった痛い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 、死んだ、食われた、もっと慎重になるべきだった。こっからか、駆け抜けていこう。とりあえずあそこ窓を開けたことにより一応ショートカットにはなってるね。そういうことか。お前は邪魔だ。あと呪いが本当に分かんない、呪いがマジで分かんねえから。ここ嫌でしょ。で降りる、降りる、ま敵はいるけどこいつはそんな強くねえから。はいはい、スタミナが、よし、オッケー。で、中進みます。
こいつはあれです。で、行きます。で、これこっちから降りていこう。はい。で、そうすれば巨人を起こさずに行ける。で、降ります。で、このまんま行きます。取ります。鶴橋来るのか。痛い。で、正規ルートがマジで分かんねえから、さっきかがり火があるぞって言ってたけど、それはどうなんだ。いやー、いけない。落ちた。結局落ちたよ、下に。ネズミがいるな。アイテム、ん、罪の炎、呪術か。こいつが寝てるうちになんとかしたい。2発かかるのがめんどくせえな。くさびの塊で鍛えれば多分一発でなんとかなるんだろうけど、逃げ道だけ確保しとこう。あ、で、ここに来たのか。なるほどなるほど。ネズミもしやこれ無限脇なんか、あのところから。いや、なんかめっちゃ無限に湧いてんなこれ。かけらだけ取って。あ、起きた。あ、起きたな。アイテムだけ。いて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 、こっちには来ないはず。逃げろ逃げろ。で、結婚回収。ネズミ来てる？来てない。で、こいつはもうマジで使おう。あと1個、ゴフゴフゴフ節狩り。ほら、クソが。アイテムよこせ。竜狩りのライヤー使わない、使わないし、ここ宝だけじゃね。右、ははは、ありがとうございます。本当に分かんなかった。この先かがり火があるぞ。のかがり火に触れたいんだけどな。本当にあんの？んー、めっちゃ上に登ってんな。え、特に先へ進んじゃったけど、なんか落っこっちゃったんだけど、これあっち行けそうだね。あっち行けそうだけど、はい、行けねえのかい。てか、アイテムあるんかい。心折れた選手のソウル。ちょっとこれ降りられる。いってー。巨人かなりあれだな、繊細だな。すぐ起きる。回収でさ、いわゆるそのかがり火に行きたいのよ俺は。次ので、こっちってまだアイテムある？全部取ったような気がするけど、あそこの中か。で、こっちもまあ行ってないっちゃ行ってないよね。行って、ちょ、強引すぎたな。憂いは立っておくか。よし、マジでこのソウル使い切りて。また横にワンサがいるな。ネズミが、あー、アイテムが見えるけど、先に正面のアイテムを取るか。力尽きた戦士。なんだ、なんかまだちょっと、いや、これもさ、マジで、え、大丈夫？これは大丈夫か。あ、大丈夫だね。徹底か。うん？鼓楼の鍵。いや、これダメじゃね？これダメだよね。これはダメ。
先手必勝。てかさ、杖やっぱり挑んだけど、お前いるんかい。やっぱ鳴き声したんだよね。超いっぱいいる。どっから湧いてきたんだよマジで。うわ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 、やべ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 。この段差のところはちょっとやばいなマジで。まずいまずい、逃げろ。でこれは一匹で、やばい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 、後ろに逃げろ。残り一匹か、違う、二匹いるな。弓で行こう、遠距離。よし、いける。でこいつもあと一発、いや倒そう。いやーびっくりしたわー。でミミックはもう寝たかな。いやてかまだまだいるわ。一匹になればね対処の方法はある。雑魚が。さてアイテムこれこいつこんなところで寝てんのか。このまま永遠の眠りにつくがいい。あー闇の騎士か。絶対欲しいってわけじゃないからな。闇属性を使ってるわけではないんで。いや横からどっかから出てきたんだな、ワンサか。この横かな、こっちかな。っていうかさ、てか何匹いるんだ。アイテムクソ。いや本当にさ、鍵手に入れたのはいいけど、どこの鍵だかもわからないし。ここの鍵ショルカーになってくれ。あ最初のとこ、これ違うか。あれ最初のとこか、やっぱり大掛け。え、ちげえ、超いっぱいいる。やべえ、わかんねえちょっとわかんねえ、帰ろう。まあ、帰ろうっていうかこっちに来るだけなんだけど。なんだよまた、なんだこいつ。違うか、ジェスチャーが必要だ。流体積、え、何なの。すげえ迷ってんだけど、すげえ迷ってるし、すげえかがり火が欲しい。エレベーター、これなんかショトカになる。もうショトカかエレベーター、ショトカかエレベーターじゃない、ショトカかかがり火がガチで欲しい。これは戦士。あでここは開いた。どこだよこれ。ん、マジどこ。あここか。あなるほど、これ呪いの地域だよね。なるほどなるほど、とりあえずどこへ出てきたかは理解した、理解したんだけどさ、まずこの3万ソウルマジで使いて、犠牲つけるか、犠牲つけて進もう。で死んだらレベル上げする。犠牲なんか1個増えてるし、どこで取ったいつの間にか取ったんだな。でここのショトカーが一応開通したとみなそう。おお待て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 、雷の剣こっち、あこっちだね。でこう来てのこうで焼きごて地帯か、行こう。これはなんかこっちも行けんな。あれどっちから来たんだっけ。あ貴公子、あれお前も貴公子か。ここは貴公子のたまり場かな。いやなんかゲロ入ってきた。ちょっと貴公子
少し多いな。しかもなんか魔法を打ってくんな。後ろは取れないのかな、バクスター。お、まだ生きてる。あ、生きてないか。種火、罪の種火、これ開く？あ、開くわ。開いてしまった、めんどくせえ。なんかめっちゃ巡礼してるし。ん？ど、まだ一匹いる？気候種、普通の気候種だから色がついてなかったから分かんなかったわ。いやいや、マジで巡礼してんだけど。来る？いや来てない。で、これもさ、え、これもミミックだし。開く、多すぎでしょミミック。あ、来た来た来た、見つかっちゃったよ。そもそも来たな。よし、もうとにかく行こう。犠牲の指輪があるから。おお、道、はい、やった。おまた、何なんだよこれ。何、アイテム取ったら叫ぶってこと？動いたもんね今。なんか来た、いっぱい来てる。あ、これか、これ、あ、これだよやっぱり。呪い、ちょっと分かんねえ。呪い死ぬのかどうかが分かんない。まず呪い死なないんだったら、呪い死なないっぽいな。一人ずつ入ってきたやつから倒す。本当に死なない？一人ずつ来い、一人ずつ相手してやる。痛え、かった。3万6000ソウルか、2レベルくらい上げられそうだね。生命と時給に1ずつ振りますか。よし、犠牲の指輪が壊れた、しょうがない。ちょっと一回戻ってレベル上げして、また次回。っていうかさ、あっちも気になるんだよね。町外れの家屋から、なんだっけ、黒騎士だかがいたところ、ちょっとそっちも見てみよう次。なんかこっちは先な気がするな。もう少しイルシールの中を探索してからこっちへ来た方が良さそうな気がするんで、まずやることはレベルアップで、生命と時給に触れねえし、高だ。ソウル結構手に入れたからね、使っちゃおう。名もなき戦士3000、足りねえな。これで1レベル上げられるはず。ちょっと待って、時給25にしたい。で、あとは塊手に入れたからダークソード鍛えちゃおう。やっぱり使いやすいダークソード。武器強化で塊2つ使ってダークソードプラス7、攻撃力が11、20くらい上がるか。よし、 OK。 で、あいつどうしたんだ。そういえばよく考えろ。だからやっちまえ、やっちゃった方が得なので。そっか、なんか指を、あと道牌か、道牌また手に入れたんで渡して、探求者、これはこれは、あはは。ということで何が増えたか例によってわからない。クソが増えてんな多分。クソ団子と、あ、松ヤニ系が多分完全に買えるようになったな。ゴフか、ゴフちょっと見つかっとこう。結局あそこ取ってなかったしね、アイテム。あとは、あ、これなんか新しく増えてるな。指輪とかは増えてない。こんなもんか。ありがとうございます。
はい、というわけで、まあ、イルシールの地下牢も探索してましたけれども、ちょっとまだイルシールの中が気になるので、次回はそっちを、探索していこうと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。